一つは集団的自衛権行使を合憲化をして戦争法案をこの8月までの国会の中で可決させるということであります。何を約束してるんだというのが私たちの思いであります。それともう一つは沖縄の辺野古に新基地を作る、このことを約束をしてきました。こんなことが止まらずのか、絶対にするないでしょう。皆さん、誰がそれに賛成してるんだ。朝日新聞のこの前の4月21日の世論調査でも明らかになっておりましたが、辺野古への基地建設反対は本土でもこの県外でも全国でも多数派になってるんです。もちろん憲法9条を放り投げて戦争する国、そのための戦争法案など誰が賛成してるんだ。誰も賛成してません。私たちは絶対に許すわけにはいきません。沖縄ではこの70年間戦い続けてきました。占領下でまた裏切られた本土への復帰の中でも戦い続けてきました。 0.6% の土地に 73% の米軍基地を押し付けられているんです。沖縄の課題は基地動けないと考えます。誰がそのことをしているのか。その沖縄にまたあの横に新基地を作ろうとしているんです。我々に賛成どう見ながら。新基地をストップをかけるという国会法案成功させるために私も沖縄から来ました。大変ありがとうございます。5月17日の県民大会は沖縄県民が小野田知事と一緒になって辺野古に絶対新基地を作らせない、この決意を固め合いました。沖縄県民の覚悟を国内海外にも示すことができた県民大会でした。今日お集まりの皆さんもこの県民大会に参加された方も多いことと思います。当日の参加991万円集まりました。2億5000万円の辺野古基金の看板も7割は県外の今いらっしゃる皆さんからの看板であります。私たち沖縄県民の戦いは、70年前の戦争で県民が4人の1人犠牲になって、二度と戦争をさせない。200年先まで軍校も大学校もお作りも大企業も今までの意義を取らない。これは安倍政権が攻めている戦争を、これを国民たちという皆さんの戦いとお得になっております。皆さんともに力を合わせて、沖縄県民も諦めない、日本国民もこの国の民主主義制度を守る、そして世界の皆さんの支援を受けて必ず江戸川の人間です。皆さん、これからも沖縄の翁長県政を支え応援し、辺野古に新基地は絶対に作らせない、オスプレイはいらないと報道していきましょう。最後に一言、絶対に辺野古に基地はずらすなよ。辺野古に十分の保護をするな。はい、皆さん、ですね、ここでまだ本番の15時10分までは、数分あるんですけれども、ちょっと練習として、周りの方と手をつないでみるといかがでしょうか。さあ、ちょっとみんな手をつないでみてください。はい、手をつないで皆さん、上に手を上げてください。ありがとうございます。こちら、10分になったらまた声をかけさせていただきますので、皆さん今と同じような方と手をつないで国会包囲頑張りましょう。はい。このシチュエーションで撮っておいてもらいたいんだけど、誰も撮ってなかった。これ貸せないんじゃない？これどこでもらったんですいません。皆さん練習でもう一回やってみましょう。これが鳴ってない。はい。ですね、辺野古新基地建設ので手を挙げてみてください。辺野古新基地建設のいいですね。プライベートと手をつないでやってみてください。沖縄式だと最近は県民大会でも隣の人の手を結んでですね、上げる形式でやってましたんで、ちょっと沖縄式でやってみましょう。もう一回やってみましょう。中央即時閉鎖しろー。日本政府は沖縄の声を聞け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 。本日ですね、国会本会議に渡っちゃいけないの。横断の方なら結構です。信号があります。信号があります。信号があります。お願いします。なんか広がってますね。9万件の抗議行動は先ほどの完成しましたというご挨拶でご挨拶をいたしましたが、その完成したことをもって9万件の行動は今日はこれで成功のうちに終わらせていただきますので。米軍基地の存在や騒音、環境破壊、米軍人と